皆さん、日本語の勉強頑張ってくださいね。日本語の勉強頑張ってください。町田先生、今日は何を勉強するんですかはい、今日はですね、あの日本のお弁当のお話をします。おお、面白い。そうですね。ええー、いろいろなお弁当があり、あるんでしょう。 そうですね。最近は例えばポケモンとか、あるいはドラえもんみたいなかわいいキャラクターのキャラ弁とか、駅で売っている駅弁とか、いろいろなお弁当があります。すごいですね。町田先生はどんな,どんなお弁当が好きですかそうですね。駅弁好きですねあの。美味しいです。でもちょっと高いです。はい。そっか。でも可愛いいお弁当を作るのは難しいんですか えどうでしょうね、はい、本文を読んで一緒に勉強しましょう。えー、そっか。はい。じゃあ始めましょう。始めましょう。ょうはい。お弁当の全文をゆっくり読みます。日本で暮らす外国人はさまざまな日本の文化に感心したり驚いたりしています。 その中の一つが子供のお弁当だそうです。西洋ではサンドイッチはただ何かを挟んだだけの簡単なものが多いですが、日本ではサンドイッチでもそのままではなく、丸くしたり子供が喜ぶ自動車や動物の形に作ったりします。 リンゴを入れるにしても、うさぎやだるまの形にしたり、ハムやソーセージも様々な動物やハートの形にしたりします。とても可愛らしくできているので、食べるのがもったいないほどです。多くの外国人はお弁当作りにそんなに時間をかけられないし、 作り方もわからないと困っているそうです。でも、それほど時間をかけなくても、見た目がいいお弁当を作ることができます。前の日のおかずや、冷凍食品などを使えばいいのです。基本はいろいろなものを少しずつ、きれいに見えるように、 入れることだとだ思いますでは単語の勉強をしましょう。はい、暮らす、暮らす。私は東京で暮らしています。しねぎさんは、えー、私はハノイに暮らしています。います。そうですね。次。さまざまな、さまざまな。さまざまな、さまざまな。はい。えー 皆さん、日本料理好きですか日本には、お寿司、天ぷら、すき焼き、さまざまな日本料理があります。ベトナムはどうですか、はい、ベトナムもさまざま料理があります。あります。いいですね。多く、多く。多く、多くあ。日本には多くのベトナム人が住んでいます。 ベトナムに日本人はいますか、えー、ベトナムにあ日本人は多くいません。<laughs> そうですか。はい。ハサム、ハサム。ハサム、ハサム。感心する、感心する。感心する、感心する。だるま、だるま。だるま。 だるま。もったいない、もったいない。もったいない、もったいない。困っている、困っている。困困っってていいる。る。見た目、見た目。見た目、見た目。おおかかず。ず。おかず、おかず。かずかず冷凍食品、冷凍食品。 冷凍食品、冷凍食品。基本、基本。基本、基本。はい。今日の単語はここまでです。次は文法に行きましょう。はい。お弁当、文法。ゆっくり読みます。一番、たり、たりします。日曜日は散歩したり、 映画を見たりします。2番、ただ、だけ、時間がなくて、朝ごはんは、ただコーヒーを飲んだだけです。3、ので、ほどです。彼女は歌が上手なので、みんながびっくりするほどです。4番、 し、し、安いし、美味しいし、私はラーメンが好きです。5番、すればいい。日本語を勉強するには、アニメを見ればいいです。 日本で暮らす外国人は様々な日本の文化に感心したり驚いたりしています。その中の一つが子供のお弁当だそうです。西洋ではサンドイッチはただ何かを挟んだだけの簡単なものが多いですが、日本ではサンドイッチでもそのままではなく、丸くしたり子供が喜ぶ自動車や動物の形に作ったりします。リンゴを入れるにしても、ウサギやだるまの形にしたり、 ハムやソーセージも様々な動物やハートの形にしたりします。とても可愛らしくできているので食べるのはもったいないほどです。多くの外国人はお弁当作りにそんなに時間をかけられないし作り方もわからないと困っているそうです。でもそれほど時間をかけなくても見た目がいいお弁当を作ることができます。前の日のおかずや冷凍食品などを使えばいいのです。 基本はいろいろなものを少しずつ綺麗に見えるように入れることだと思います。 bien yeah. yeah.